中国の税関総署が4月12日、中国と地域的な包括的経済連携協定加盟国との2024年第1四半期における貿易額が前年同期比 2.7% 増の3兆800億元と発表した。第1四半期、中国の対外貿易企業4320社が RCEP の下で 246.9 億元の特計輸入と 6.7 億元の関税状況を享受し、それぞれ 35.3% 増と 38.7% 増となった。輸出の面では、1万8000社の輸出企業が RCEP の原産地証明書を申請し、関連する商品価値は 2.6% 増の639億4000万元に達した。また、RCEP の原産地証明書を独自に発行した認定輸出企業は729社で、関連する商品価値は 12.6% 増の 24.1 億元に達した。2022年に発行する RCEP は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの ASEAN 加盟10カ国を含むアジア太平洋15カ国と、その貿易相手国である中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国からなる。